はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。エルレイコンキスタエルドリッチです。さあ本日なんですが、アラメシアの字がね、3枚になると、6月7日より3枚使えるということで、一足先に最強デッキご紹介していきたい。アラメシアの字と相性がいいデッキ、まあ、要は勇者ギミックと相性がいいデッキいくつかあります、世の中に。はい、大好きなエルドリッチ、これ組み合わせてきました。相性実は結構いいんです。勇者ギミックって基本に手札を捨てるっていうギミックが存在してるわけですよね。運命の旅路の効果によって、そのグリフォンライダーを持ってきながら手札を捨てるみたいな動きとか、あと、水使いを持ってきながら手札を捨てるみたいな動きがあると思うんですけども、これとですね非常に相性がいいのがこのエルドリッチの罠なんですよね。エルドリッチ罠って基本的にその墓地効果があって、墓地から除外すると、まあ、何かセットしたりすることができますので、まあ、このギミックと非常に相性がいいのと、あとその、水使いが手札コストとして相性が非常に良くて、手札を捨てるギミックと相性がいいんですけど、これイムセティですね。イムセティで、水使いをコストにしながら、まあ、王の棺持ってきてワンドローするっていう超犯罪ムーブができますし、単純にイムセティでエルドリッチを捨てまして、エルドリッチを、墓地から、コストにして、この辺をコストにして蘇生するっていう動きもできますので、ホルス勇者とエルドリッチ、これめっちゃ相性いいんですよ。はい、ちょっとね、まあ、これくっちゃべっててもしゃあないんで、ちょ動き方をね、実際にちょっとお見舞いしていければいいかなと思いますので、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。なるほどね。旅路先引きがね、まあまあのゴミなんですよね、これ。一回ちょっとディズニーランドを開園していくか。ディズニーランド開園していく。これはちょっと一旦エルドリッチを引っ張ってきまして、で旅路発動、まあ、旅路でねエルドリッチを、まあ、墓地を送れるっていう意味ではまあ弱くはないか。でも普通にこれで叩き落として、セットして回収してみたいな動きが、まあ、一応できるんで、まあ、それは弱くはないかなとは思いますけどね。で、呪われしエルドランドからエルドリッチ回収&手札からアンデッドモンスター出して爆弾。見よ、この召喚ムービーマジかっこいいよな。このエルドリッチのドヤ顔召喚ムービーめちゃくちゃ好きなんでね。で、呪われしエルドランド効果、運命の旅路の効果。さあ、これによって旅路でドラコバックを持ってきつつ、でエルドランドでまあ、ワッケーロディか、ワッケール赤きセットをすればいいですね。まあ、スキルドレイン開いたら勝ちやろ、こんなもん、こんなもん。まあ、一応効果だけ使って圧縮だけしよっか。静電の水使いの効果発動で、これで、アラメシアの木3枚入ってるやばなかなか見ない光景。3枚のアラメシアを、好きなカードを1枚回収して、冷静に考えたら勇者系って言ったら勇者シンクロンもかなり強化されてる。もしかしてアラメシア3枚でけえよな。シチューナーレベル4用意するのすごい大切なんでね。ああシンクロンって、まあ、とりあえずワッケーロの効果を起動して赤き血止め、これによって、まあ、スキドレをパカ太郎して、まあ、ハーピーの羽ぼうきとかそっち系のなんかそのこっちのスキドロ除去してくるようなカードは宣告を していけば、まあ、大勝ちという話ですよね。まあ、勇者関係ないみたいな話だけど勇者関係ないやんけみたいな話なんだけど、かがり火 OK で、スネークアイズポープルス OK、 スネークアイズポープルス OK、 スネークアイズポープルス OK、 もう打つかこれ。ちょっと反逆とか言われたらめんどくさいし、なんかまあまあちょスキドロ開くわ。パカ太郎、パカ太郎発動、罠をパカるだけの簡単なお仕事。ぶっちゃけ永続罠パカ太郎してるだけでは遊戯王上手くなんないっていうのはもう無限に言われてるんですけど、僕は個人的にはパカ太郎してるのめっちゃ好きなんで僕はその戦法は否定しませんよ。スキドレ開いてさ相手固まんのマジ気持ちよくね。一番気持ちいいと思うんだよね。まあ、リンクリボーはどうでもいいわ。リンクリボーはちなみにね、スキルドレインとかを回避するために結構使われるの結構強いんですよね、これ。意外と。ポブルス OK。相手これスキドレどうすんだろうな、マジで。レスキューですか？レスキューって、スキドレ解除できねえよな。魔法トラップ触れないとして有名だからな。なんとかしてリトルナイト効果って言ったそのリトルナイトをどかすとかしないと無理じゃない？まあ大体無理なんじゃないかなと思うけどね。エアホイスタドミーは
はいはい、でプリベンターオフィシャルヒゲダンディズムがリリースされるが、別に除外ゾーンには何もいないからあんま関係はない。はい、いいでしょう。セッティング OK。 ワナクニクセか、まあトラップカードとかマホトラップカードとかあるかもね。もう多分これただ前にセットしないから無限包容はなさそうな気がします。はい、で、私のターンになります前にコンキスタドールを打ちましてモンスターを減らしておく説は結構ある。まずエルトリクシュル効果使ってウララは飛んでこない。ウィーってやってウィーってやって出てきて、はい、かっこよすぎ。このねドヤ顔でね、このね座ってるねこのエルドリッチめっちゃ好きなんだよね。でコンキスタ打つじゃないですか。でこれエルドリッチがいる状態で打つと表側のカードぶっ壊せるんで、エアホイスターとかいう激肝モンスターには書いていただきまして、はいはい最強。ちなみにスキルドレインはね、あの勇者トークンプラスドラコバックともめっちゃ相性いいからね。あの戦闘破壊されない上にドラゴバックで無限に戻せるからさ、相手のカードめっちゃくちゃ強いんだよね。それではですね、どうしますかね。どっから行きますか。これ王の棺から行きます。なんか王の棺結構強いなこれ普通に。ちょっと待って、あのアラベシアの儀打つ必要ない説まあまああるけど、まあでも一応打つか、さすがに一応打ってドラゴバック装備してみたいな。あ G ね、あーオッケーオッケー、 G はいいです。 G は止められないんで、神の宣告で G は止められないんですけども、トークンが出ますよと。でこれ王の棺の効果起動しまして、ドラゴバックをコストにしながら、まあ打点が高いのでイムセティを送りつつ、でドラゴバックの効果で装備されるとかいう、これやばいね噛み合いだね、これはさすがに噛み合い。でリンクリボーだけちょっと、ああ墓穴、ああいいよ別に、そんなのは別にいいです、いくらでもどうぞ全然大事です、はい全然問題ありません。でドラコバック効果起動しまして、一旦リンクリボー戻しまして、ほんであと500打者勝ちか、2525だから、こうしてこれね、あのアラメシアの儀が強いっていうところをお見せしましょう。最強だっていうことを。なんでかっていうと、回収して王の棺のコストになれるからです手札増えます、手札増えました、あざす。でこれもう一回ね効果使っちゃってるんですけど、これ捨てることによって、てかこれ永続と装備魔法多すぎて盤面埋まってる草なのよ。これは一応あれか、イムセティ無効にされてるからこれか。でこうですね、こんにちは、こんにちは。で盾、盾、盾、バトルちなみにこれあれだな、あの一方的試合すぎてこれ見てる方面白くない可能性あるな、まあ、ちなみにやってる方はクソおもろいどんな相手でも、プロデュースト相手でも、スキドレパカれば勝てるんだよ遊戯王は。まあ悪くはないハンドではあるかな、これこれあれだよね、なんかイムセディと金剣のちょっと相性があんま良くないっていう話はあるんだけど、まあ金剣入れないと拮抗勝負拾ってこれないんで、まあ後手ちょっときついですよね。パライドス OK です。クシャトリラ OK ですよ。まあ、これだけ見てもマジで何の時か分かんねえよなマジで。はい、フェンリルさんはちなみに制限カードで未だに、マスターデュエルでは生き残ってますね。はい、しぶとくゴキブリのような生命力で、まあ、VS じゃん、いや強い、マジか。でもマットラム召喚は弱いか、螺旋召喚されない分だけいいか。バッキシソウルあんま見なくなりましたね最近ね、これいいデッキだと思うんですけど、なんかあんまり見なくなりましたね。でロックオブバンキッシャー、はい、ロックオブバンキッシャーどうぞ。やっぱあのフェンリルのこの制限とかが痛かったりするよねやっぱり、意外とね。あのただ一応パラエクからの何でしたっけ、炎属性戦士族持ってこれるやつがいるんですよ、名前なのか、そんな伏せるなんかキングデンプシー、あれがいるんでラゼン持ってこれるようになってるんで、ちょっと強くなってると思うんですけどね。まあ、ただパラエクが2枚やってますけど、マンスターデール純正義なんで、いやこれも結構強いなこれ普通にハンドは、なんかいけそうじゃない。ちょ4クセあることある、ちょ待ってこれ絶対センサー満滅とかあるやん。金満で謙虚な壺をぶっ込んでいくしか、先に竜者打つからけど、まあ先に竜者打った方がいいか、金剣の方が通してない、どっちかっていうと今
聖帝の水使いの効果、これ無効にしてよ。ない。まあ、裏だったら打ちそうな気がするんだよな。ここで金剣までがめられるやついないんじゃないかっていう。まあ、ちょっとイムセティがね、裏ら踏むし、金剣も裏ら踏むし、アラメシャも裏ら踏むんで、裏らは結構いろんなところで踏めるかなっていう感じなんだけど、頼む、キッコー勝負カモン、キッコー勝負カモン。ワッケーロ、エルドリクシル、エルドリクシル、エルドリッチ、ワッケーロ、弱くない？ちょ、何それ、なんだそのデッキトップ6枚良くて全部エルドリッチって、ふざけんな。今そんないらないね、お前。腹立つわ。さすがに腹立つのりですね、これに関しては。で、一旦こうしまして、これエルドビーム打った方がいいよな、さすがにな。エルドビームを打つか、まあ、エルドビーム打つか。エルドビーム打って、まあ、コストはね結構強いんで、だいたい、いやーこれどこだ、伏せか、伏せ4枚あるからな、外れでかすぎんだよな、これフェンリルかな、さすがに。いやまあちょっと一応フェンリル処理ますか。エルドビームって言って、何はきしょ、激きしょ、うざ、迷ってた時間無駄ってこと？まあ、ちょっと呪われしエルドランド発動するしかないね。で、呪われしエルドランドの効果起動しまして、エルドリッチか黄金鏡が持ってくれるんですけど、エルドリッチ君はかなされてるんで、これ送っても出せないんであんま意味ないですね、これ。コンキスタドールを手札に加えざるを得ないか。まあもうこれ、イムセティのコストにすればいいな。持ってきて捨てるスタイル。いくわ！ホルスの栄光、イムセティの効果を発動。コンキスタドールを墓地送ってカード1枚持ってきて、さらにドローはできないぜ。金剣が発動してるからな。これが金剣の相性の悪いところ。イムセティとの。はい。残念ながらね。これ、神戦捨てるとかいう、やばいことを起こさないといけないやつ。もしかして。いや、まぁ、一旦アラミシアの儀発動するしかないですね。あら、ナーミタツ、ここはハーブライト、ブカピポア。で、運命の旅路発動。からの、まあ一旦王の棺ですね。で、旅路持ってきつつ、捨てたいみたいな話ありますんで、ちょっと一回これこうしまして、これ結構ね、カードを出す順番とか発動する順番、意外とこのデッキ大事なんで、コストをね、捻出しなきゃいけないんで、手札コストを。はい。なんで、その辺はちょっと意識して回さざるを得ないといったところですね。さあ、運命の旅路の効果を起動して、ドラコバッキングを1枚持ってきつつ、はい。で、これを持ってきつつ、で、こうしつつ、で、これ装備しつつ、はい。で、これで、モンスター効果1ミリも使ってないんだよな、俺。強くない？モンスター効果1ミリも使ってない問題あるんだよね、これ。結構強い。なんか何フェンリルを全く踏まないっていう。うわ、スノーデビルか。まあでもここで打ったしはでかいな。スノーデビルは、まあ今2枚ぐらいしか見せないか。スノーデビルと、ライズハート。あ、じゃなくて、マットラブとライズハート。OK です。これなんか何条件だっけ、3体ミサイルで大丈夫だよね。その後相手フィールドモンスター全部破壊するみたいな効果あるんだけど、これないから大丈夫。大丈夫大丈夫。闇と、炎、地蔵星がいなくてよかった。いった。痛すぎ、バロタ。マットラブ。ダリーな。そうやな。まあ、さすがに、グイフォンライダーを出すに行かざるを得ないですね。さあ、どうしますか、グリフォンライダーの効果。ちなみに一応これでフェンリルの効果踏むんだけど、フェンリルをグリフォンライダーの向こうにはできるから、まあ一応耐えてるかなって感じだね。バンキッシュソウルってやっぱ遊戯王できるから面白いよな。相手してて面白いんだよな。ダストデビュー、裏守備にする、オッケー。で、縦にしてイムセティ裏守備にされる。で、グリフォンライダー出てくるってことは、あと伏せカード1枚か。まあ、そんなにもうなんかやばい妨害ないと思う。まあ、無限豪用とかカッカーナに抹殺だとかだと思うんですよね。うわー、それうざいわ。さすがにやばい。それは、それだけは守らないといけないとおばあちゃんが言ってた。グリフォンライダーの効果、
フェネ、あ、向こうとは通るんだ。なるほど。あれ無限放射とかじゃないね、多分あのステカード。あれなんだろうな、伏せるからってなんかあったっけ。あと儚とかなのかな。でこれでちょっとチェーンがあったら儚とかなのかもしれませんね。で一応ハーピを送りまして、あ、なさそうですね。なんなんだろうな、あれ。あのステカードガチでかな。でホルスの先導ハーピが爆誕してバトルフェーズ入って、あれ、あれ、これアンデッド族しか殴れないとかあったっけ。やべえ、ちょ、どれの、あ、これか。あ、なるほど。やべえ、ちょっとエルドリッチやべえ、バレた。エルドリッチやべえ、バレました。ちょっとやばいっす、これ。普通に叩かないでください。これエルドランド、あれか、あのどっか行かせないとダメなんか、うざすぎる。でコンキスタドール、赤木、いや、まあまあまあ、でも、まあ、弱くはないんで、盤面的にはハーピーもいるし、イムセティ壁で置いてあるし、赤木あるんで、でバンキシュソウルってね、この盤面からそんなになんか展開できないと思うんだけどな。ちょっとラゼン引くのやめて、ラゼンだけマジで、ちょっとラゼンだけ本当やめて。あー、ボーガーはいいわ、ボーガー。いや、でもこれワンドローでワンチャン疲れるのか。やべえ、ちょっとなんかこのワンドローで俺ステークイワソウルとかラゼン引かれたらちょっと発狂しちゃいそう、ガチで。ラゼンだけはやめてくれ、頼む、ラゼンだけは引くな。お祈り、お祈りゲーミング来た。あのデッキ全てはラゼンなんだよな。VS 出す、はい、どうぞ。 VS 出す、どうぞ。はい、どうぞ。パライドスの、何、やべ、リンク4、まずい。リンク4はまあまあまじいぞ。え、ベルズベート。もしかして俺の方がカード多い、永続が多いからだ。やばいやばい。いや、でもこれ全滅破されてもまあまあ帰ってこないんじゃない。まず王の棺の効果でホルスは多分知らないですから。いや、でもイムセティーなんて知るか。ただ、待って、エルドリックシュル一応打った方がいいか。一応打って、エルドリッチもちろん置いといた方が多分いいから、まあこれ打つでしょ。で、あー、うららか、まあどうでもいいよ、それは。まあ、これは別に止められても止められなくても、あんまりどっちも関係ない気がするわ、そんなには。で、ただこれ、ベルツベイト全部死ぬんですよね。なんで、まあ俺も死ぬけど、お前も死ぬぞ。これ、言っとくけど。お前もリソースなくなると、ちなみに俺は墓地リソース3枚あるぞ。大丈夫か、俺の墓地リソースマジ舐めんなよ。まあ王の棺やられたかな。まずハーピの効果起動するでしょ。で、ね、これ回収できるんですよね。絶望の棺回収してやろう。これ絶望でしょ。これ絶望の棺回収ムーブでしょ、これ。墓地送るカードは、まあ、魔法トラップカードだったら何でもいいよ。コンキスドールとかでいいかな。はい。で、手のに加えます。はい。はい。強すぎ帰ってきちゃった。これ、回収とはまたイムセで出てくるからね、これね。で、まあ、もちろん、ベルズビュート殴るな。ベルズビュート相手のバトルフェイスでも使うんじゃない？うぜえな。はい。ワッケール効果。はい。破壊しても、アンデッド族なんで、ゾンビのように、墓地から除外して、デッキからリソースを回復すると。まあ、これがエレトレッチ強いのかね。さすがに強い。はい、はい、破壊されても破壊されても一生持ってくるからな。きめえな、きめえな、これ、きめえは普通に。まあ一応これ貼りますよね。はい、王の棺貼りますよね。で、一旦イムセティ出しますよね。ただこれベルズビュートがバトルフェイスっていうとまた同じことしてくるのガチでうざいんで、なんとかして、ベルズビュートはしょんないといけないですね。バトルフェイス前に、まあ、ディンギルスあるからしょれるか。次の効果起動してもこれいらねえや。で、ドゥアムテフで、ドゥアム出す。はい、レベル8のモンスターが2体来るぞ。ユーマ相手、ユーマじゃねえか、なんだ俺、わかんねえ。 VS 使い誰、ディンゲルスちゃん出して、ちょっと君どっか行ってくれる。一旦これ処理ました。はい、帰ってください。あざーす。いや、手札1枚からはね、ほぼ
ラゼン引かれても大丈夫だし、なんならワンキル取るそう。で運命の旅路の効果起動して効果、ちょっとまだあったよね俺、ちょっと時間ね。アラメシア3枚入ってるからさ、アラメシア切れがほとんど、まあ、アラメシア3枚入れる必要ないんだけどね、別に。あの、水使いが3枚の理由はあるけど、アラメシアは3枚である必要はあんまない。なんでかっていうと、墓地から回収できるから。ええ。まあ、それな。またアラメシアの儀を発動して、勇者トークン出して、3226。バトルフェーズ。はい。これ守備表示で出すかないよね。バトルフェーズ。はい。はい。はい、はい、まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。赤く血様のエルドリック指導発動。うおーあらろ黄金鏡エルドリックチームドン強っ、ま、アラメシア3枚いるかと言われたら怪しいけど、ただ勇者エルドリックのギミックはめっちゃ強いわ。手札真っ赤っかやん。真っ赤なお花のトナカイさんは勇者ヨシヒコって、ちなみに皆さんドラマ見たことあります？なんかあのネタ系なんか面白系ドラマみたいなやつなんですけど、マジで、ね、ちょ見たことない人はね、あの 見ていただきたいな。誰ベビードラゴン、どういうこと？あれなんですよ、山田孝之さんが主人公でね、なんかひょんなことから勇者となって旅をするみたいな感じの物語なんですけど、基本的にあのドラマ30分だと思うんですけど、確か1話、30分のうち30分ずっとふざけてるんですね。30分のうち30分一生ふざけ続けるっていうなんかドラマって、そのね、山田孝之さんのシュールな演技、これめちゃくちゃ面白いですよね。ちょガチでちょ見たことない人はちょ騙されたと思って見てほしい。これ本当に面白いから。福田さんの監督作品なんだな。でなんか山田孝之さんの仲のいい俳優陣、なんか小栗旬さんとか、あれも出てくるし、結構ね有名俳優いっぱい出てくるんですけど、なんかクオリティは低いんですよ。そのセットとかの、あの佐藤二郎さんがいい味出してたりね、あの結構あるんでね、これマジでね見たことない人本当に見てほしいですね。勇者ヨシヒコ、俺はちなみに結構好きで、まあ時間があるときは見てますね。はい、最近ちょっと見てないけど、何回も見たくなる、まあ、そういうタイプの アニメじゃない、間違えた、あドラマとなってます。はい、と言っていたら、お相手し最強ムーブ始まったぞ。これなんだ、魔導雑貨商人か。いやそっち系ね。あーなるほど、そのタイプのデッキね。オッケー、いいよ、いいだろう。アルティメット魔導雑貨リバースされるってことか。処理遅すぎて嫌いなんだよこれ。エニーチェンジャーでさ魔導雑貨商人こうリバースするじゃん。そうすると魔導雑貨商人が魔法トラップ出るまで、あの墓地め、デッキめくるみたいな効果あるんだけど、なんかこれ処理めっちゃ遅いの俺。マジ遅いよねこれ。いやドラゴン族死ぬほど入ってるのこれ、なんだ俺、ちょわかんねえマジで。これ俺死にますねこれ、ちょ俺死ぬこれ。さあデッキをまくりきったが、一体何が起きるんだ。エンタメイトトリッククラウンはどうでもいいわ。名誉、これ名誉バルモニカモンスターね。名誉バルモニカモンスターエンタメージトリッククラウン。これ待って、ちょっとなんかさドラゴン族でさ、なんかさそんなさなんか墓地にいたらやばいこと起きるやつなんかいたっけ。デフラドラグン、はあ、これあれですね、素材になれる強いやつですね。っていうであの他のモンスター墓地は特に、ああまあまあ強いですね。これ普通にこのドラゴン族結構強い。はい、あー流絶乱やばい、ありえんダメージ入る俺。あそういうこと、4400ダメージ、えぐ、44体の墓地にドラゴン族いすぎでしょ。ドラゴン族多すぎだろ、ドラっとるんや俺。待って、やばいやばい、なんかちょっと待って、これ2回目、これでもあれ名称してた、このカード名の効果はターン1しか発動できないって書いてある、名称してじゃん。これどうすんの俺、そんなマスカレーな、あれこれ待てよ。待てよ、ちょキッコー勝負出して、ちょっとマジで頼む、あのキッコー勝負だけ出してくれ、頼む頼む、通る。これマスカレーナでもう一体のリュール絶乱とか出てこないよね。ちょマジで頼む、ちょキッコー勝負本番に通して、勝負キッコーさせたい。ちょバトルフェーズ
バトルフェイズ、バトルフェイズ、やばい。ちょっと待って、いや、メイン2があるかもしんないじゃん。マスカレイダーさん、落ち着きましょう。落ち着きましょう。うわあ。5勝負打たせろよ。